俺にわざわざ会いに来たってのはてめえか。天下に名高い歴戦の勇士が関東に何の用だ。ワホー、俺の戦は俺の家族関東の民のためにだけあるんだ。攻めてくんなら軍神でも魔王でも戦ってやら。けどな、こっちから攻めることはねえ。守んなきゃいけねえ奴らを戦に駆り立ててちゃ本末転倒ってもんだろうがよ。俺が守ってやれんのは心が手一杯。俺は文を知らねえ若造じゃねえんだよ。いらっしゃい。戦場で見た時から注目してたのよ、あんたのこと。私はカイって、そっちも知ってるか。どう？この関東は。いい国でしょう。そうそう、親方様は本当に天下一の名君よ、間違いなし。もし親方様が天下取りに乗り出してくれたらさ、乱世なんてすぐ収まっちゃうと思うんだけど、それ言ったらドアホーってどやされちゃった。関東の民や家族を守るためだけに戦うんだってさ、それもかっこいいっちゃいいんだけど、なんかこう、うーん、じれったい。ウヌが探しているのは我か。ウヌは面白い。時の流れを混沌に導く層がある。ウヌの望みは何だ。根っから混沌を好むか。ウヌなら氏康の家族に降りかかる災厄も混沌の果てに打ち払えるやもしれんな。でさ、親方様ったら胸パックリ開けちゃってドアホーなんて言うもんだからキュンとしちゃって。何やつ。匂いがしたの。かすかだけど、私でもあんたでもない匂いがね。さすが北条の熊姫、その動物的嗅覚侮りがたし。誰が熊姫よ。てかいきなり現れて何なのあんた。あんたの知り合い。じゃあまあ今回だけは許してあげるわ。いって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 、体中に縄の跡が。さすが怪力姫、その力侮りがたし。怪力じゃない、怪姫。北条家臣成田氏長の娘
かいひめ。ほうほう、自己紹介お疲れ様です。あ、美味しそうなお茶受けですね。もらっていいすか。いいわよ、あたし手作りのお饅頭なの。甘さ控えめ、塩分抑えめ、親方様にも優しい味よ。これは美味。ところで、宇治安の旦那はあんま具合良くないすか。まあ年も年だしね。この前も私と小太郎の犬とを見間違えてたわ。獣と私を見間違えるってどんだけ。目も相当悪くなっちゃったんじゃない。それはそれは。貴重な情報と饅頭、ごっつぁんでした。あ、やられた。すぐに追っかけるのよ。本人の娘をうちに参ったのか。すまぬ、そちはさようなことはせぬな。なぜ父上が死なねばならぬ。信長様を殺したからか。これが因果じゃと。ではわらわは父上を殺した秀吉を殺せばよいのか。そんなのは嫌じゃ、嫌なのじゃ。久しぶりって、何この子。優しくて可愛くて女子力高い私しか頼めない。まあそうまで言われちゃ断れないじゃない。この子のことは任せて。あ、これ一つ貸しだからね。ごめんなさい、こんな時に。でもどうしてもお願いしたいことがあって。お願い、私小田原のみんなを助けたいの。私を助けて家族の元に連れて行って。あるわ、家族を守りたいの。何があっても諦められない。お父様は私だけでも助けたくて徳川に預けたんだと思う。だから言うだけじゃ無駄。言うことを聞いてもらうんじゃなくて、私から動くんじゃなきゃダメなんだって思うの。カイなら私の気持ちに応えてくれると思う。お願い、私を助けて。苦難の道は一緒に切り開きたいの。ただいま、カイ。姫様。
ってきてくれて嬉しいです。でも親方様は姫様だけでも助けたくて徳川に。分かってる。でもいつまでも私たちが守ってもらうだけでいいの？もちろんダメに決まっています。でも姫様とあんたがいてくれれば。ありがとう、カイ。でも相手は天下すべて、それだけじゃ足りないわ。わらわも連れて行ってほしい。カイには世話になっておる恩があるゆえ。ありがとう。それじゃあカイたちと伊達家に行ってくれる？あなたなら伊達家と面識があるから会ってはもらえるはず。そこからが勝負よ、カイ。合点です。私は関東のみんなにお願いしてみる。一緒に天下人相手に戦ってって。わかりました、姫様。私たちの家族の関東の、いや日の本の東側ひっくるめた絆で勝ちましょう。北条の家臣に光秀の娘か。気な臭い組み合わせで来たな。私たち伊達との同盟を申し入れに来たの。同盟じゃと？それは豊臣と戦えということか。ご無礼ながら、それは氏康様のご意志ですか？親方様は降伏なんかしないわ。つまりこの申し入れはあなたの独断だと。それでは命になり得ないかと愚行いたします。やはり豊臣の大軍に立ち向かうなど無理なのか。どんな志も数の前には押しつぶされるのか。果たしてそうか？そうじゃ、そうに決まっておる。それゆえ父上は。バカめ、光秀の志を貴様が継ごうとは思わんのか。ならば父の志を潰したは貴様じゃ。わしは違う。わしには父上から託された思いがある。戦わずして猿に下ることなどできようか。政宗様。そうだよ。戦う前から諦めたり、ただ誰かに守ってもらったりなんてしたくない。大友、カイ、氏康のもとへ案内せい。やれやれ、やはりこうなりましたか。この上は付き合っていただきますよ。時の天下人豊臣秀吉は天下統一の総仕上げに全国の大名を率い、北条家の小田原城を攻める。その圧倒的な軍事力には奥州を平定した伊達政宗も屈服し、参陣せざるを得なかった。しかし政宗が自ら討った父より受け継いだ天下の覇者となれという願い、ガラシャの父明智光秀が本能寺の変を起こし、山崎に散った優しき世を作りたいという志、早川殿の父北条氏康が娘だけでも逃がしたいと徳川家に預けた思い、これらが交錯した時、政宗たちはあえて天下の軍と戦おうと決意し、小田原城に参集する。歴史が動こうとしていた。小田原籠城戦。
小僧、勝手な真似しやがって。こいつは一体何のつもりだ。申し訳ありません、親方様。でも伊達と手を組めば私たちにも勝ち目が。ドアホー、そんなんでどうにかなるカスの相手かよ。臆したか氏康、ならばなぜさっさと猿に下ってしまわぬ。関東を守んのが俺の仕事ってだけ、てめえらには関わりねえこった。おえんじゃねえガキ。氏康は我らを巻き込むまいとしておるのじゃな。見透かされておる。うるせえ。親方様のお気持ちはありがたいです。でも私たちだって自分のできることをしたい。この国を、家族を守りたいんです。わらわはもう人が死ぬのは見とうない。けれどまだ世を捨てることもできぬ。諦めずに挑み続ければ志をつなぐことができる。そんな様を見たいのじゃ。そろそろお返事をいただけますか、氏康様。ご無礼ながら相模の獅子も牙を抜かれたというなら。へっ、そんな安い中発に向きになるほど若かねえ。だがいいだろう、乗せられてやるよ。天下を思い通りにできると思ってる秀吉に一泡吹かせてやろうじゃねえか。親方様、よくぞ申した。小次郎、早速戦支度じゃ。任せといて。仕方ねえな。いいだろう。任せて攻めてきやがったか。忍び切って豊臣の戦意をくじいてやれ。全軍突撃。氏康、下るな、今のうちだぞ。進軍開始。人ん家でキーキー叫ぶ猿に負けっかよ。とっとと追い払ってやる。道路を取られたら士気はガタ落ちよ。なんとか止めないと。氏康の会も頑張っておるのじゃ。じゃがわらわが戦うことから逃げても負けない。俺と宇治政、激戦の将が得られちゃ使命だ。みや、気合い入れて守れよ。親方様、私は、私はやられても。はあ、自力で頑張りますとも。苦戦、救援攻撃。足元を救われたか。こんなんじゃ肩ならしにもなんないわ。ここで果てるわけには。すまん、彼は殺
この腕で返してやるわ。バカな、遅れを取るだと。しつけてやる。よっしゃ、どんなもんじゃい。あの数を速攻で撃破しやがった。マジ超やべえやつがいるから止めんぜ。ガチで進軍開始。同胞が一匹釣れたぜ。あいつも倒して手取りの士気をくじけ。到着した。そろそろ出るぞ。手ぬぐい。俺に命令するな。先に行くぞ、トラガラ。進軍開始。この戦、若い衆だけでなんとかなるじゃろう。わしは小田原城を見ながら花見でもしとるわ。俺に勝とうなんざ。バカだろ。資産の段ごめんなれ。城攻めで夢中の豊臣軍に挨拶申し上げる。味方援軍。チェック、来ねえかと思ったぜ。戦支度にいつまでかかってやがる。バカな、遅れを取るだと。我らは今より城外の敵を攻撃いたします。城内からもどなたかをおいでいただきたく。正宗のやつも死なせんなよ。若いやつ巻き込んで死なせてちゃしょうがねえ。敗北条件変更。正宗も豊臣の数に応じずに頑張ってる。父の残した志を果たすために。わらわに目が覚めたぞ。頑張るダチを見捨てては父上に叱られる。わらわは皆と共に戦うのじゃ。父上の志、数に潰されてたまるか。ただじゃ。進軍開始。中心がございました。敵に怪しき動きあるとのこと。急げ。しつけてやる。やっぬるかな。開門。倒す。どんな手を使おうと。壊し尽くしてやる。敵増援。任せといて。仕方ねえな。いきなり大苦戦なのじゃ。大原木組より伝令がございました。敵本陣に不穏な動きがとのこと。バ
かな。遅れを取るだと。開門。体操。侵入した忍者か、直ちに抹殺するべきでございます。力負けしているか。救援は来ぬのか。早々に落ち一人願う。頑張りすぎよ、自重して。しつけてやる。
勇姿を褒めて使わせる。苦境は私の不手際に似てる。急げ。物量は底なしか。お父様、カイン、もう大丈夫よ。味方援軍。お父様、勝手に帰ってきてごめんなさい。勝手に戦場に出てきてごめんなさい。承知じゃ子犬を焚きつけた小獅子が泣いておるぞ。ドイツもこいつもドアホーが説教は後だ。死ぬんじゃねえぞ、絶対にな。敵増援。任せといて。必戦の日でよし、出世して。オーバーケストル。完全に油断しそうだ。ここは引いて体勢を立て直す。勝利条件。変更。二度と関東に攻めてこないように追いかけてめっためたにしましょう。天下人殿、お待ちあれ。極上の宴はこれからなれば。急げ。私は勝った後のことを考えておかないといけない。よっしゃ。
まであと一歩だっちゅうね。悪かったな、ドアホー。俺らには俺らの意地があんだよ。足にこだわる必要はない。こりゃプッキーさんじゃ。あ、違う、わしの本能が危険を告げとる。もっかー、全然褒められた気がしない。絶対関東から追い返してやるから。親方様、仕方ねえな。豊臣倒したら、えい、承知じゃ。取りません。そうしましょうよ。うん、それがいい。おほう、豊臣倒したらおとなしくしとけ。てめえは静かにしてりゃいい女だ。親方様、今何か言いました？何でもねえや。よし、承知じゃ。救援コン、うがー、ここで引けるか。いざ、これも流れ。だが秀吉は生きておる。また攻めクリアもしれんぞ。何度でも追い返してやるわよ。あ、その時はまた協力よろしくね。